今年のかぼちゃね収穫できて、それがこれなんだけども、身長182センチの男の手の大きさと比べればね、この大きさが分かると思うんだけども、顔と比べてまあこんな感じなんだけれども、結構大きいサイズ3、4キロあるかなっていう感じなんだけども、まあこれ取れたってことはいいんだけども、それが言いたいことじゃなくて、実はこれ道の駅でこのサイズが400円から500円で売ってるので、びっくりして、そんな安いのと思って、俺はほら栽培してるから、それに対しての手間暇とコストとかいろんなことを分かってるからね、まあ、無農薬だから農薬使ってないし、化学肥料も使ってない、ちょこっとの有機肥料と、まあそういう感じかな、うん、有機ジャスで使える肥料っていう感じの、まあ、有機肥料だよね、菜種油かすとか培養の有機とかそういうのを使ってるから、それがいくらするかとか考えて、手間暇とか考えると、これ1個4、500円、安くねって思ってしまった。でそんな安くする必要ないと思うんだけどもさ、そんだけ頑張って作ってるんだけども、ただそれね、考えたのは、安くせざるを得ない理由があるんじゃないかと思ったの。消費者目線で見るとこれ手に取りづらいんだろうなっていうことがあって、まあ、何かっていうと、今の時代って、お父さんお母さんと子供一人二人みたいな各家族じゃん。でその家族でかぼちゃこれ食い切れるかっていうと、残すと冷蔵庫の中を圧迫するし、冷凍しろって冷凍すればいいんだけども、俺は冷凍するんだけれども、冷凍庫も埋まってしまう、他のものが入れられないとかあるから、そういうのもあって敬遠されるんじゃないかなって。昔だったらね、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんで子供たちが何人かってみたいな感じので、みんなで一回でこれ食えたと思うのよ。なんだけども、そういう風な事情もあって、まあ、手が伸びづらいのかなっていう風に思ったので、あとそうやっていくと核家族になってきて、まあ、あとはお年寄りも一人で暮らしてるってこともあるじゃん。そうなると重いんだよ。3、4キロになって、俺だったら3、4キロなんて全然ね、筋トレでもさ、筋トレするんだけども、最近やってないけども、3、4キロなんて全然負荷にもならねえよっていうぐらいなんだけれども、俺はねだけれども、お年寄りとか、まあ、女性とかからするとこれをね袋に入れて他のものも買ってで帰るって思うと、嫌だなって。車だったらいいけども、歩いて帰る、自転車で帰る、自転車だってフラフラする、重くなれば、そう思うと手伸びづらいよねってさ思ったのよ。でそうするとミニカボチャ、坊ちゃんカボチャってのがあるじゃん、ああいうのが需要あるんじゃないかなと思って、隣にあったミニカボチャ、坊ちゃんカボチャ見たら1個200円してるのさ。だいたい 400-500g、 500g ぐらいの重さで、これが 3-4 キロとすれば何倍ね、6倍、5、6倍になるわけじゃん、重さ的に考えればね、質量的に考えればさ。それで値段は3分の1ぐらいで、3分の1でもないの、 2.5 分の1とかさ、500円とすればさ、そういう風なさことで考えると、やっぱり坊ちゃんかぼちゃの方が需要があるんだろうな、多少値段が高くても売れるんだろうなって。でまたね、坊ちゃんかぼちゃちっちゃいから、農家的に考えてもコンテナに1個入る量が多くなるってことは、保管もしやすいなとか運びやすいなっていうこともあるしね。あとはほら、坊ちゃんかぼちゃ、まあ野菜って大体ちっちゃいやつって創生、草の勢いが強い、トマトも大玉よりもミニトマトの方が創生が強くて、だと何なのっていうと病気に強かったりするから栽培もしやすいんだろうなって思うと、うん、だそういう風な栽培する段階とかね、でまあ肥料とかそういう土作りに関してはコスト的には変わらないだろうけれども、そういうふうなお金の面、運びやすさのコストとか、そういう、あとは店頭で手に取りやすいか、お客さんが手に取りやすいかどうか、要するに回転がいいかどうかっていうことを考えると、やっぱりこっち安くせざるを得ないのかなっていうふうに思ったのね、うん、だから安いのかと思って、まあ、そうやって言うとこの子かわいそうなんだけれども、俺はこの子またね、種取りして、ずっと種取りして作ってるんだけど、育ててるんだけれども、まあ育てていくんだけれども、そのミニかぼちゃもやろうかなってね、堆肥置き場を作って、今年2カ所ぐらい堆肥置き場作ったのよ。2トンダンプで草をいっぱい、コンパネタレでいっぱいよ、何キロだ、300キロ400キロぐらいのやつを10杯20杯ぐらい持ってたのかな、2カ所に分けてね。でそこに種をまいて、前の動画にしたほら放置してるやつみたいな感じにして、ミニかぼちゃを大量生産しようかなみたいなことを来年やろうと考えてるんだけども、やってみようかなと思います。本当はね、まあ
ぼっちゃんかぼちゃは俺甘く食ったことないからさ、田舎の方です子供の時過ごしたから、やっぱかぼちゃったらやっぱ大きいやつっていうイメージがあって、ちっちゃいのは可愛いんだけども、今持ってないからだけども、だからあまり買うったらこっちの方買っちゃうんだけども、今度ぼっちゃんかぼちゃ食ってみて味の違いっていうかどんなもんなのかなっていうのを、まあ、見てみておこうかなとは思うんだけれども、味的にはどうなのかはわからない今のところとしては。ただやっぱりそういうふうに時代のそのニーズ需要に合わせて栽培品目を変えていかなきゃいけないなと思って、大きいかぼちゃは大きいかぼちゃでいいんだけれども、確かにいいんだけれども、昔からあるやつだし馴染みあるんだけども、やっぱちっちゃいかぼちゃ、ミニかぼちゃの方がいいんだろうなって、その値段とかいろんなその裏背景とかいろいろ考えてみたら、うん、そっかと思って、うん、まあ逆らえないじゃん時代の流れ、ニーズそういうものにはね。だからその辺は、うん、合わせていくしかないなと。で最後に言いたいのは、農家さんもうちょっと儲けようよってね儲けようよっていうか、もうちょっと値段つけてもいいよと俺は思うんだよ。俺もどっちかというと消費者側に近い方の人間だと思ってるから。だってこんだけさ、資材もまあ農家じゃない方は分からないかもしれないけども、費用も農薬も上がって、ガソリンも上がって、ガソリンっていうか、まあ、あと動かすの軽油とか多いんだけれども、そういう機械を動かす燃料が上がって、で、まあ、そういうトラックの燃料も上がって、機械もどんどん値上がりしてる、100万、200万どころの話じゃなくてね、500万とか1000万とかぐらい値段上がってる、まあ、高いものだよね、そのだけども、トラクターとかってどんどん上がっていく、そういうふうにコストが上がっていく中、それは修理費も上がる、パーツも値段も上がってるわけだから、そうすれば、おのずと野菜の値段、米の値段上げていかなきゃいけないんだけども、それ今、昔の通りでやってれば、いずれは自利品で廃業せざるを得なくなって、結局はみんなが食べ物食べれないっていう状況になっちゃうから、農家さんはもうちょっと値段つけてもいいと思うし、そこを理解して買っていただきたいなって思うなっていうことで、まあ、動画はとりあえず終わりにしたいなと思います。とりあえず青森の道の駅はこれ 4,500 円で買えるというチャンスがあるんで、青森の方は道の駅行ってどんどんかぼちゃ買って食べてください。食べきれないの冷凍してください。農家を助けると思ってその値段でいいって、とりあえずそこのじっちゃばっちゃ兄さん、おじさんおばさん、兄さん姉さんが値段つけてるから、とりあえず買って応援してほしいなと思います。他の県の値段は分かんないけど、青森はとりあえずそういう風な値段だったんで、ぜひ買ってほしいなと思います。